と新潟山の山下さんに今日をしっかり落とといランキングを下げる。やめろ心臓、お前の死を痛む声は全然ないな。心臓、なんでこんなことになったのか振り返ってみようね。心臓は統一教会の広告塔を務めた。統一教会は怪しくない宗教ですよって宣伝をしてあげた。また警察に捕まらないように警察に手を回すから教会は悪事に専念してくださいねってわけだ。これと見合いで統一教会の信者の票を自由にできる力を獲得した。心臓は自民党内で自分の権力拡大するために統一教会を利用した。でもな、統一教会は組織の財政のためにそれはひどいことをしてきた。信者を踏み台にした。信者の子供まで悲惨なことになった。これは山神が小学生の時の写真だ。まだ平和だった時だ。統一教会のために山神の家はめちゃくちゃにされた。山神は自力で頑張ったけれどもそのハンディキャップは大きな壁だった。力尽きた山神はついに強行に至った。統一教会、それと組んだ安倍晋三の悪事に人生めちゃくちゃにされた山神が復讐を果たしたということ。教会と晋三は自業自得だ。自業自得。晋三のオウンゴールと言えば良いだろう。多くの家族がとりわけ子供たちが苦しみを強いられてきた。晋三、お前、オウンゴールだ。